皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。けいこちゃんです、よろしくお願いします。さあ、ここに石仮面があるじゃろ。この石仮面、顔専用じゃないんだよ。どこ専用だと思う？そう、この石仮面はチンチン。はい、ということで、本日なんですけども、俺ね、なんだこれ、あー、家康さんね。家康さん重心化解するんだ。あ、そうなんだ。あー、あれ、俺さっきこれやったんだけどね、ここにも何もなかったんだよな。まあいいや、徳川家康2期、うん、はい、あたした、はい、今日ジョジョガチャ第2弾が空城城太郎ピックアップ。たまらんね、みんな城太郎を当てた方がいいよ。なんでかっていうと、追加超級曲で絶対に使うことになるから。絶対に、絶対絶対絶対 100% 120%、 いや 100% 中の 100% フルパワー、うん、マジで使うから。使わなかったら意味わかんないから、絶対に使うから、マジで。今日一体は当てといて、うん、当たるってことを証明していく。はい、では聞いてみますか。城太郎と華僑院があと一体ずつ欲しいんですよ、俺。うん、だから当てる。はい、城太郎、華僑院。なんでいきなり爆死スタートじゃん。もうやだ、やんなっけ。俺ちょっと相性悪いんですよ、ジョジョ第2弾。だって普通に全部運極にするんだったらば、オーブは5000個ぐらいでなるんだよ、普通は。上振れると3000個ぐらいできんのよ。下振れると7000個なのよ。下振れてんのよ、俺。7500個だから。2回転、コン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 。甘いか。いや、ひょっとしたらストライクショットって言ってるかもしれないからね。出るかもよ。なんで？すごくない？すごくない？このガチャ。なんか1体は確定にしてほしいよね、サービス的にね。健康すぎるもん、これ爆死って不健康すぎるから、1体はね、10連で1体は確定にしてほしいな。法律でそういう風に定めてほしいよね、せめて。なんか意味がないじゃん、もう。意味がないことにお金使ってるほどことほど悲しいことはないもん。最後に城太郎来た。文句言ったらやっぱ来るね。で、この後の10連、これで華僑院どう？華僑院天命、カモン。なんで？お前か、いたな、お前ウェザー。じゃあ、あと10年だけ引くわ。うん、これ確定でしょ。す、あれ来ないか。プチュン、左2回転花火。なんだべ、華僑院お願い。今日は無理か、華僑院は。はい、ということで、俺のショート動画でさ、結構コメントあったんだけど、華僑院のことを天命って呼んでるのは間違えてら、わらわらみたいなコメントちょこちょこあるんだけど、華僑院のりあきで合ってるんですよ。ちなみに華僑院のりあきっていう読み方は公式設定では合ってはいる。
うん、ゲームでも花京院紀明だし、アニメでも花京院紀明だし、花京院天明って呼ぶのは本当にジョジョ好きのマニアックな人で、もともとは花京院って花京院紀明ってあの字漢字あるじゃん、あれ天明って呼ぶんですよね。もともと荒木裕彦先生は花京院天明っていう名前でキャラクター作ったんだけども、振り仮名を振る担当の人が間違えて花京院紀明って書いてしまって、ね、スタッフが間違えてそこから紀明になってしまった。でも荒木先生の中ではずっと今でもね、今でも当時も今でも花京院天明って名前で、読んでるらしい、考えているらしい。その証拠にエンヤバーっていう第3部のスタンド使いがいるんだけど、エンヤバーのところで、ホテルに泊まるとき、花京院のサインはちゃんと花京院天明っていう、サインになってると。ちゃんとね、荒木先生のこだわりがそこら辺でも感じられるなということで、ジョジョ好きな、もう俺はこれジョジョ好きなんだぜってアピールしたいんで花京院天明って言ってるんですよ。うざいでしょ、うざいでしょ、しょうがないんですよ、それがジョジョファンなんです。ディモルト以上、キフちゃんでした。バイ。あ、今日の夜ね、あのハイレグミキコと、バニラアイス&クリーム超究極文曲ポルナレフでやるんで、みんなと一緒にやると思うんで遊びに来てね。18時45分からだよ。バイバイ。波動拳妄想10周年おめでとう。